では初めの話題です。高畑町高安で整備が進められてきた犬猫安らぎの里公園が完成し、今月23日にオープンするのを前に、今日プレオープンとして地域住民に公開されました。高畑町高安には全国的にも珍しい犬を祀る犬の宮と猫を祀る猫の宮があることから、町では昨今のペット人気に応えようと、今年6月から新たにペットの納骨堂や吾妻屋などの整備を行ってきました。これらの整備が完了したことから、今月23日の運営開始を前に、今日地元の住民を対象にしたプレオープンとして施設の公開が行われたものです。犬猫安らぎの里公園と名付けられた施設には、地元の高畑石を使用したペットの納骨堂、犬や猫の写真や生年月日などが記載されたプレートを掲示するメモリアルカード表示壁、訪れた人が休憩できる吾妻屋などがあります。敷地面積はおよそ1300平方メートル。これまでの総工費はおよそ2000万円となっていて、町の施設ではあるものの、今後は地元の住民で組織する運営協議会が主体となって運営に当たることになっています。こういう立派なものが、納骨堂という、あと吾妻屋もできて、地元民我々含めて、大変、嬉しく思っている次第であります。納骨される方が、ペットのやっぱり安らぎの里という通り、その方が利用できる方が、人が増えてくれればなというふうにまず思っております。でなおかつ、やっぱりイベント的なところを活性化していこうというところもやっぱり一つの、目標にもなってますので、それでいろんな行事をしながら、そのペットの安らぎをなんとかこう盛り上げていきたいなというふうに思っております。運営委員会では毎年開いている全国ペット供養祭などで県外から訪れる人も増えてきていることから、今後はペットグッズや地元の農産物を販売するイベントなど、さまざまな交流ができる施設として利活用していきたいということです。南陽市農業祭大粒ぶどう祭りが今日、JA 山形沖玉愛妻館前の駐車場で開かれました。大粒ぶどう祭りは、南陽産大粒ぶどうの PR と消費拡大を目的に毎年開かれていましたが、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。会場では祭りのメインイベントとなる南陽産シャインマスカットの品評会が開かれ、沖玉総合市長、農業技術普及課の担当者など9人が、粒ぞろいや糖度などをポイントに審査を行いました。今年は気温の変動が大きく、ぶどうの生育が途中で止まったり、先月の雨で実が割れてしまう被害もあり、出品数は例年の3分の2程度の21点にとどまりました。それでも品評会には、生産者の努力で立派なブドウが並び、審査の結果、沖郷地区の青木健一さんが去年に引き続き最優秀賞に選ばれました。受賞したブドウなど、特に高品質なブドウはふるさと納税の返礼品になりましたが、その他のブドウは一般向けに販売されました。このほか会場には地元の飲食店なども出店し、多くの家族連れなどでにぎわっていました。米沢市大町の酒造資料館東高の酒蔵で今日、蔵で秋の市と題したイベントが開かれ、多くの買い物客でにぎわいました。このイベントは地域の人が酒蔵へ足を運ぶきっかけ作りと、お酒に合う旬の農産物やフードメニューを楽しんでもらおうと企画されたもので、会場ではスジコやホッケなどの水産加工品、シャインマスカットや採れたてのキノコなど旬の農産物や加工品が販売されました。
中でも数量限定で販売された純米冷やおろしは人気を集め、中にはセットで購入する人もいました。このほかお酒にぴったりな奥の揚げ煮や秋の味覚を使ったお弁当、スイーツが販売されたほか、周辺にある醤油蔵や味噌蔵をめぐるスタンプラリーもあり、訪れた人たちは酒蔵自慢の日本酒や旬の農産物を買い求めていました。イベントは今日だけですが、限定酒純米冷やおろしは19日月曜日まで資料館で販売されるほか、オンラインストアでも購入が可能だということです。